はい、どうも、こんにちは。今回また殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、やり直しか。やり直しをして、探偵ルートのメインは終わった。メインは終わって、まあ、後日談みたいな感じだな、これからは。ええ、会ったのはつい最近なのですが、摘出手術をした医師というのは先生なんですか？お前さ、仮にお前、それがお前だったらお前働きすぎだろ。いろんなところに出張してんじゃ切除などの手術には慣れているからん。ね。あ、だから私におはじが回ってきたのさ。あとはこの件が珍しい症例だから個人的興味もある。めちゃくちゃ出張してんじゃさて、メリルの件だな。ん。私も切除した肉腫をよく調べてみたんだがね、はい。彼女の言うことはあながち妄想だとも言い切れないんだ。意外や意外、まさか別に思い込みとかじゃなくて何かあったのかどうやらあれは本当にメリルの双子のようだ。な。へえ。兄か弟か、それはわからないけどね。どういうこどうと？いうことです？ そうなるよな、わけわかんねえわ。外風入奇形退治というものだ。そんなのあるの実際？だから双子で生まれる予定か、どっちかのなんか養分が足りなくてパターンかな。栄養が足りなくてちっちゃいまま体についちゃったみたい非な。常に珍しい症例なんだが、双子の妊娠の初期に一方の胎児がもう一方の胎児に包まれ、寄生虫のように宿主から栄養を吸収することがある。なんだそれ。胎児には負荷が大きい状態になるんでね。通常は双子の両方が出産前に死んでしまうものだが、ごく稀にそのまま出産に至る場合もある。ガチであんの？つま りガチであるんメリルか？は生まれてからずっと自分の双子をお腹の中で抱えながら生きてきたんだよ。大だ変だからな。ダリルはメリルの兄弟だと。まあそういう感じでしょまさか。本当に双子の意識があったのか、う。まあまあそそうれだよ、そうはわだよ。からないよ。メリル本人の妄想とも言えるし、もしかしたら何かしら意思疎通をしていたのかもしれない。だけど彼女は下腹部の肉腫を兄だと信じていた。確かに兄の存在を認識していたんだ。周りがどう言おうと、それが真実じゃないのかね。まあまあそうだよな、本人が思ってることだからな。まあ俺らが思ってもね。個人的には双子同士の意識が混在していた説を推したいがね。もっともっと研究を進めるべき症例だったが。先生の言うことは荒唐無稽すぎて、私には学もないですし、本当のところは分かりません。ちょっと でも、待って。 なんかしっかり喋るお母さん初めて見たんだけど、キャロルお母さんがちゃんと喋るのを初めて見たからすげえなんか違和感あるわ。いつも大して言葉なかったか、セリフなかったからメさ。リルから摘出した肉腫はうちの墓に埋葬することにしました。どんな形であってもダリルは私たちの息子なのですから。よう切り替えられたな、お母さんも。淡々と語るキャロルは、この奇妙な事件を何とかして自分の中で消化しようと努力しているようであった。はあ、死にかけてんじゃん、メリル。まあ、熊だろうけどさ。眠りから覚めたメリルの瞳に飛び込んできたのは母の横顔だった。おや、目が覚めたのかい？メリル消えちゃうよ、お前もう。もう布団と一体化してるもん、お前、服が。メリルからの視線に気づいたキャロルは、メリルの顔を見ながら優しく微笑んだ。ええ、お母さん、私。照れくさいような気持ちになりながら、それでも今だからこそ言わなくてはいけないという使命感に駆られ、メリルは思いを口にする。私、お母さんのこと大好きよ。愛してる。私もお前を愛してるよ。お前って、もっと早くそう言ってあげられていたらね。お前って、そうだよ、お前らがさ そうだよ、お前らがさ、なんか男だったらなーとか言うからさ、こうメリルの思いが強くなって、ダリルがもっともっとこう表に出てくるようになったんだから。ごめん、ごめんよ。そうだよ。私が暴言を止めることができなかったから、お
校から戻ってきた時だって本来だったら私が守ってあげるべきだったんだ。確かに助け求めてたね、お母さんに。お父さんに責められた時、お母さんも何か言ってよっつって。でも私もちょっとお父さんと意見が一緒だわって言ってたもんな。女の幸せは結婚。自分もそうだったし、娘だってきっと誰かに嫁ぐのが幸せなんだって思ってきた。まあまあ多様ですよ、人の幸せなんて。なのにメリル、あなたはたまに男のように振る舞って、自分が女であることを否定した。幸せに背を向けるような姿が気に入らなかった。はいはい、なるほどね。けどさ、気に入らなかったからって自分の子を守ることを放棄するべきじゃなかったんだ。本当だよ。それも何もかも私たちが悪いんだね。男児がいれば家は安泰なのに、なんてことをよく聞かせていたから。だからそうだね、やっぱ表に出てきたんだろうな、メリル、ダリルは。何もされかかった上に罪を着せられ、方向先から追い出されたお前を母親として守るべきだった。同じ女としてね。お前を傷つけ、挙句は実の父親に手をかけるところまで追い詰めた。全部私が悪いんだよ、お母さん。私が。あなただけじゃないよ、お父さんが一番悪い。私がお前の味方になってあげるべきだった、なのにごめんよメリル、本当にごめんよ。重い重い、俺まだ俺らいるんだから部屋に、いいの。それにお兄ちゃんはいたよ、私の中に。確かに。だけどお兄ちゃんは私じゃなくて、自分こそが愛されたいとそう願っていたの。その気持ち私にはよくわかるわ、メリル。おお表情が変わった。なのにごめんね、ごめんねお兄ちゃん、ごめんねお父さん。重い重い重いって。メリルの両目に大粒の涙が次々と湧き上がってくる。その口から漏れるのは応援、応援、あれなんだっけ、応援じゃない、なんだこれ、なんだっけ、忘れた。と謝罪の言葉だった。私がお父さんを殺したの。その次はお兄ちゃんを。罪を着せ合うなお前ら、罪を着せ合うんじゃないよ。私が悪いの、全部背負うな背負うな背負うな。神様、どうか罪人の私に罰をお与えください。背負うな背負うな。しかしいくら祈れど、家族を、そして多くの人を殺した罪の意識は決して消えることはない。ベッドの上でメリルは激しい、あ、なんだっけな、なんだ、なんだったっけな、あげた。仕方なかった、仕方がなかったんだよメリル、もうあんたしかいないんだ。泣かないでおくれメリル。あんたしかいないんだって重いな、深いわ。親子、親子って感じするわ、あんたしかいないんだって。メリル、私先に行きますね。うん、これからまた仕事なんです。まあアーサーも出ろよさすがにいられないだろ、こんな、この空間は。お礼も兼ねてあなたとはまたじっくりと話したいです。失礼します。二人にさせてやろうぜ。シャロットは小さく敬礼すると、スモックで煙ったロンドンの街へと出て行った。さてアーサー君、ちょっと時間をもらえるかな。あ、これちょっと進展するのかな、ジャックの話が。見舞いを終え、シャーロットを見送った朝だったが、ウォルターに呼び止められ、いぶかしげな視線を送る。何かご用ですか先生。空き部屋がある、そこで話そう。あまり人に聞かれたくない話だろうからね。そう言って手招きするウォルターに連れられて、アーサーは病院の空き部屋へと招かれた。空き部屋一緒、空き部屋一緒。まあ、薄々気づいたけど。自分のものではない声の話だが、経過はどうだい。この事件に巻き込まれたと聞いていてね。
何かしら影響があるんじゃないかと思ったんだ。心配していただいてありがとうございます。変わらずといったところですね。先生が今この話をされているのは、この件が僕の幻覚とも関係がありそうだからでしょうか。まあ似たような例だもんな。そうだ、メリルとダリルの関係は二重人格だと言える。非常に珍しいものだよ。二重人格と幻覚、似て非なるものだが改善に役立つかもしれないと思ってね。今回のケースは極めて特殊だ。理由や原因はどうあれ、二重人格を持つ者が犯罪を犯した。頭の固い者は精神錯乱だと片付けるだろうが、私は違う。事実としてメリルは二つの人格を有していたと、そう考えている。もし仮に別人格が存在しなかったとすれば、心優しい娘が親に愛されたいがために父親まで殺し、妄想で作り上げた兄でさえ手にかけようというんだ。まるで意味不明、支離滅裂だ。別の目的を持った存在の作用がなければ到底起こりえない結果じゃないかね。確かにメリルの中には確かにダリルという人格が存在していた。ソボルタは結論付けた。医療という分野に関わるものとしては柔軟な、悪く言えばオカルトめいた考え方にアーサーはかすかに違和感を覚えた。意外ですね。先生はもっと現実的な考えをする方だと思っていました。だが、ああめっちゃ飛んだ。私は昔から似たような症例を見聞きしている。こういった件には個人的に興味を持っているんだよ。人の精神構造には謎が多く、まだまだ解明されていないことの方が多いんだ。そういった未知なる部分を解き明かすべきだよ。それはさておきと前置きしてウォルターは語る。これからが本題だろう。メリルは兄ダリルを確かに存在すると認識していた。あの刑事や君もそうだろう。体は同じだが精神は全くの別物。強盗殺人を犯したのはダリルでメリルではない。自分ではない人格が相手を害し傷つけたというわけだ。そして別人格者による殺人は誰が責任を負うべきなのか。今回はダリルは認められず、メリルが殺人の罪を負う。それが正しいと思うかね。正しいんじゃないですか。僕の考えは、ああ選択だ。いやこれ正しいよ。彼女たちが二重人格だったとしても、あこれゲームはならないよね。大丈夫だよね。なしたことの責任はメリルが背負うべきだと思います。また振り返ってみようか。じゃあ結構進んだでしょ多分一生。まあこれまあまあ結構便利だよ、これ結構便利。っていうか、まあまだ第一章終わんないなっていうのが正直な感想ではあるんだけど、あ終わるじゃん、もう終わるじゃんこれ。体を共有していたダリルとメリル、同じ体である限りそれは同じ人間であり、片方の人格の罪をもう片方の人格も負うべきだ。アーサーはそう確信していた。幻覚症状についても同じことを言えるかね。君は誰かを衝動的に殺しそうになったそうじゃないか。その場合でも君は罪を背負うと。てかね、僕もう先生先に言っちゃってるんですよ。僕先にさ第3章第4章を見てきてさ、もうジャックとのやり取りでさ、なんかもうそれはお前がやった殺人なんだっつってアーサーがさ言われてんの見てきたからさ、もうそれ、ええその通りですってなるよ。どんな理由があろうとも僕は僕です。僕は僕、責任逃れをするつもりはありません。言い切ったな。なんか変わったよね。ここで言い切れるってことはもう第3章第4章のアーサーはちょっとまた変わってくるよな。ですが僕は殺人も罪も犯しません。もしも衝動的に人を殺しそうになったとしても必ず止めます。少し意地の悪い質問だったね。だけど君の決意は固そうだ。はい、
安心したよ。ありがとうございます。いいか、マサ君。はい。意志を強く持つんだ。幻覚難度に負けてはいけない。必ず君の幻覚を消し去ってやろう。どうあるんだろうな、今回は。絶対に負けません。今回はってか、このゲームはどうあるんだろう、どうあるんだろうな、このゲームは。終わり方がわかんねえな。言うじゃねえか、探偵。お前さんが殺されるような目にあっても同じことを思えるのか、楽しみだぜ。僕は人の助けになるために探偵になったんだ。うん。殺人鬼なんかの思い通りにはさせない。大丈夫、大丈夫なはずだ。いや、アーサー大丈夫だよ。なんでかっていうと、今探偵ルート来てるから。今探偵ルートに無理やり持っていってるから、アーサー大丈夫。人を殺すことはないから。あ、終わったんじゃないですか、これ。意外とやっぱクライマックスのとこしか分岐影響しないから、結構サクサクっといけそうだな。よき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 だわ。こう第2章ちょっとまた触りだけやって今回終わるから多分。でラジオ始まる。あー、うるさい。アズラエル。さ、もうこれやったのがさ、もう何、30個ぐらい前でしょ。動画本数で言えばえぐいんだけど。まあ、てなわけで飛びますよ、また。じゃあまたお会いいたしましょう。選択肢選んでくるから、またクライマックスに行くまで飛ばしますわ。じゃあバイバイ。ウォルター。さあ、いい加減素直に吐いたら。そういうわけにはいきません。はい、てなわけで、一応今までの、まあ、この章なんか特になんか殺人鬼ルートを選ぶことが多くて、まあ、ここら辺とか、まあ、探偵の選択肢を選び直してきて、バーってきて、バーってきて、ここ選んだら、BGM がついてきて、とりあえず探偵ルートに入ったらしいから、じゃあここら辺からまたやっていこうかなと思うわ。じゃあ行こうか。つまり、サルーフ福音教団は奇跡で偽装した麻薬で人を引きつけ、金をむしり取り、客が死んだら今度は死体を病院に売りつけることで金に変えている。教会まで飛ばしていいじゃん。結構山場が来てからまたやるわ。じゃあ、うん、山場だと思ったら再開する。多分これある程度一緒だもんな、その教会に行くまでの流れは。だってこういうやり取りあったもんな、殺人鬼ルートでも。なんかだから、なんか、あ、ここいい感じだなと思ったらまたやろうかな。ちょっと待ってよ。ほら、インクライ。ほら、ここは多分ここら辺かな、ここら辺からまた。教会に行くとこまで飛ばさ、じゃあ。多分一緒だから、大体。そして。あ、これ見てないかな、これ見てない気がするな。だって、警察のとこ行ってないよね、確か。この前やった時は。あ、やるか、じゃあ。アーサーが渡りをつけたのはロンドン死刑だった。探偵としてシャーロットとハリーへ情報提供を持ちかけた。で、探偵よ。うん。俺たちを呼び出してわざわざ伝えて情報ってのは、どんなものなんだ？ハリーさん、シャーロット、時間を作っていただいて、ありがとうございます。いいね、礼儀から入るのはいいよ。いえ、構いません。有益な情報だと言っていましたか？僕はとある調査依頼の過程で、サルーフ福音教団と名乗る宗教団体において医療用麻薬の不正使用のほか、ボディースナッチャーとしての死体売買や詐欺といった犯罪行為の現場を目撃しました。警察にチクるんだ、こっちのルートは。サルーフ福音教団が麻薬の不正使用、うん、それにボディースナッチャーによる死体売買ですか？教会から運ばれた遺体が市内の病院に売却されていることも確認しました。おそらく医療用麻薬の中毒で死亡した信徒の遺体だ。いやでもね、ほんとね、改めて言うけど、まあ唯一俺がこのゲームやってきて、あ、ここいいじゃんって。まあある意味では唯一思ったのが、あのシナリオ選択がめちゃくちゃ便利。ほんとに見なくていいもん、マジで見なくていい。2周目めちゃくちゃ楽だと思うよ。
これ選ぶじゃん、で丸長押すんじゃん、ブワーって更新されるじゃん、でここまた選ぶじゃん、ここ選ぶじゃん、バー長押するじゃん、でここ選ぶじゃんそれ繰り返してたらここに来れるもん。だから所要時間数分でさ、ここまで来れるからめちゃくちゃ便利だわ。自分たちで殺した人間の遺体まで売却して金に換えるってか、クソ野郎どもが。本当にひどいです、絶対に許せません。本来こうあるべきか、まあ探偵ルートとは言うけどさね、自分がそういうなんていうの、なんていう法に立つ側じゃないからさ、まあ警察だったりに、まあ、任せるっていうか、まあ協力してもらった方がいいよな、普通に自分で乗り込むってよりは。ハリーは怒りをあらわにし、シャーロットをまた整った顔で顔を歪めている。アーサーはそんな二人を特にハリーをしげしげと眺め、思わずつぶやいた。意外ですね。ああ何がだよ。ああ いえ、ハリーさんってそんな風に熱くなるタイプじゃないと思っていたので、まあ、昔はシャーロットに似てたっていう情報があったからな、3章か4章にそうですね、ハリー先輩っていつも不真面目ですから。真面目に不真面目なんだよ、解決ぞろりなんだよ。慌てて取り繕うアーサーの言葉にシャーロットが微笑んだ。お前が真面目すぎなんだよシャーロット。だが俺だってロンドン市警の警官だ。はい。病人騙して金を巻き上げるなんて輩は許せねえ。許せねえな。あ、ちょっと全然できない。いや、待って。おい、お前が真面目すぎなんだよシャーロット。あ、できない、やばい、ちょっと待って最近やってなかったから。不真面目さは表だけで熱い人物なのかもしれない。不機嫌そうに語るハリーの言葉にアーサーはほんの少しだけ親近感を覚えてうなずいた。その気持ちは僕も同じです。裁判になったら証言しますし、調査記録もありますよ。ただ現場を抑えることが一番手堅いと思います。あの教団、何らかの後ろ盾があるみたいです。真実を誰に話そうが無駄だ、そういうことを言われました。まあ言ってたな、後ろ盾ね。そいつについては死刑で掴んでる議員ね、アドルアメリク氏ね。ザルーフ福音教団の先については裏取りが進んでてな。ちょっとハリー先輩、アーサーは情報提供者といっても部外者ですよ。死刑の内部情報を漏らすのはまずいですって。そんなつもりはね、俺はお前と会話してんだ。うわー、いいね、その柔軟な対応。慌ててシャーロットが止めるが、ハリーはにやりと笑い返した。いいか探偵、これは俺たちの仕事の話だ。居合わせるのは勝手だが、聞くんじゃねえぞ。聞こえても忘れろ。柔軟だなお前。もちろん僕も警察の内部情報なんて知りたいとも思いません。それなら結構シャーロット、問題ねえな。問題ありますよ。さっきは警官として情報提供を受けてたのに、今は無関係を装えなんてめちゃくちゃです。シャーロットは納得いかないとは口にしたが止めることはせず、プイとそっぽを向いた。けど私は聞かなかったことにしますそうするんだ、勝手にどうぞ。そうするんだ。だそうだ、共犯者にはならねえそうだぜ。ザルーフ福音教団の先だが、誰、ある議員が絡んでるってことを死刑は掴んでる。教団を通じてかなりの金が流れてるのは確定だ。議員、ロンドン議会の議員か。いえ、誰かは聞かない方がいいですね。アドラメリクだ。その方が賢明だ。アドラメリクって名前さ、後ろ盾として権力者が関わってるんだ。あの教団そのものが金稼ぎを目的として作られたんだろう。信者に対して麻薬を不正に使い、対価として金を受け取る。人の命をもてあそぶ商いをしてるってわけだ。本当やな。情報提供ありがとうよ探偵。お、いいんですか。奴らをぶっ潰す外堀が埋まる。証拠を整えたら踏み込めるぜ。ただあれだな、多分これ多分流れ的にさ、警察がメインでさ潰すじゃんってなるとさ、やっぱ殺人ルートの方が、殺人探偵殺人鬼ルートか、殺人鬼ルートの方がこのゲームとしては面白いのかもしれないね。なんかアーサーメインで書かれるから、なんかアーサーメインじゃないもんな、さっきのショーも。結局なんかダリルとメリルの回想にほとんど時間使ってたから、ちょっとやっぱずれちゃうんだろうな。あの
僕も協力させてもらえませんか。殺人鬼ルートでやった方が面白いかもしれないな。協力？悪いが警察の仕事に探偵の出番はね。お前は十分世のためになることをしたよ。いや、まさかここでハリーとの関係が良くなって最終第4章第5章に影響を及ぼすってことはないよな。ええ、調査の過程とはいえ危険な教団と接触していたんです、うん、情報を掴んで証言いただけるだけでも大助かりですよ。ここから先はすでに探偵の領分ではない。そのことはアーサーにも分かっている。だがどうしても切り出さざるを得なかった。あの教団に通っている人たちは騙されているんです。病による痛みを消したくて、間違ってはいるけど教団の言う奇跡にすがっているんだ。知っているかに関わらず違法薬物の使用は犯罪です。彼らはこのままだと罪に問われますよね。せめて説得と自首を促したい。自首したって減刑はされないかもしれない。それでも情状酌量の余地はあるはずです。彼らは被害者なんだ。説得は僕が行います。お願いです。どんな形でもいい、協力させてください。面白いじゃねえかお前はちょっと語尾が安定しないね。俺は面白いやつだ。そう言って朝は深く頭を下げた。わかりました。罪を憎んで人を憎まず、人として正しい行いですよ。ち、仕方ねえな。ぜひ協力を依頼しましょう、うん、いいでしょね、ハリー先輩。いいだろう。それなら探偵として依頼しよう。信者の説得と避難誘導を手伝え。死刑からも人を出すが、それの講演だ。やった。アーサー、頼りにしていますからね。頼りにするやつじゃないけどな。別に特殊能力もないし。ありがとうございます。いいか探偵、エマはするなよ。俺たちの邪魔もな。ちょっといい関係じゃん、なんか警察とこのルート来たら。どこ？先生か？あ、これは見たな。これ見たから飛ばすわお願いです、スクルージ。どこから来るんだ。一応もうローリーの話は終わったけど。どうです、もう痛みはありませんか？これあったっけ、この話あったっけ、覚えてねえ。おかげさまで、うん、ザフカ様、いつも当然です。どこだ、歌ってください。歌って。それで昨日の通り今持ち合わせがなくて、もう少しだけ待ってもらえませんか？この部屋で話してたっけ、殺人鬼ルート。なんか教会の方じゃなかったっけ。こっち裏部屋じゃなかったよな確か。あら、そうなのですね。痛みが強い、まあ、これはまあ見た。この歌ってくださいだな。いいのですか、こいつは金を払っていませんよ。あ、こんなやり取り見てないな多分。後ほどいただきます。お金は後で払うとおっしゃっているではありませんか。優しすぎんだよバカか。お前、私が良いと言っているのです。人の信用だぞお前。早く、舐められるぞお前。後で払うに対してお前、あ、じゃあいいよってなっちゃダメだよお前。あーみたいな、じゃあ今渡せるもの渡せやカスって言わな今渡せるもの渡しとけバカって言っとかないと見くびられるぞ。まあ、てなわけで多分ちょうど多分飛ばしたとこ消したら、まあ多分結構いい時間になってるから、ちょごめん一旦ここら辺で切るわ。うん、じゃああざした。